あらみさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済キャンペーンまとめ、7月、そして8月からのキャンペーンについてそれぞれ解説ということで、今週もやってきましたまとめ動画ですね。今回は7月までのキャンペーンと、8月1日からのキャンペーンについてまとめました。まあ、この動画の流れとしたら、7月31日まで開催中のキャンペーンを先にお伝えして、そして終わりの方に8月から始まるキャンペーンについてお伝えします。それではまずこちらペイペイですね。現在若くペイペイのキャンペーン中で、ランチタイムやスーパーで 10% から 20% の還元を受けることができます。そして10回に1回に最大1000円相当が当たるペイペイチャンスもあったりですとか、まあ注意点としたら若くペイペイとは対象外である可能性もあるのでお気をつけください。そしてここ最近は対象店舗がちょっとずつ増えているような傾向もあります。この動画の一つ前に上げた動画なんですけども、若くペイペイの対象のお店をジャンル別に簡単に検索できる方法をアップしてますので、ぜひ見てみてください。次に D 払いですね。こちらでは D ポイントの 20% 還元のキャンペーンが開催中です。こちらは7月31日までということですね。で、エントリーが必須で上限が1万ポイントまで。で、クレジットカード必須で 3D セキュア、いわゆる本人認証サービスに対応しているカードに限ります。ちなみにドコモユーザーの方はクレジットカードなくても OK です。次にファミリーマートを利用するならファミペイということで、こちらも7月31日、今月いっぱいとなってまして、現金のチャージは 10% 還元。そして、クレジットタイプのファミマ T カードであれば 15% 還元。で、一部の商品にも限るんですけども、ファミペイを使ったら通常より安くできる商品も中にはあります。次に楽天ペイですね。こちら期間中 5% 還元のキャンペーン中ということで、9月の30日までエントリーが必須で上限が5000ポイントまで。で、あとは、ビッグカメラなど、まあ、対象店舗によっては 10% の還元があったりとか、映画館ではムビチケというところで楽天ペイを使って決済をしたら 15% の還元を受けることができます。スマホ決済とは外れるんですけども、現在こちらイオンカードのキャッシュバックキャンペーンも開催中で、こちら7月31日までです。ちなみに8月9月も実施予定ということで、イオンカードウォレット 10% 還元、そしてイオン銀行に設定をしたらさらに 10% 還元、で、上限の金額は10万円まで、キャッシュバックは11月の下旬で、D 払い 20% と組み合わせが可能ということで、なので実質最大 40% の還元も可能ということですね。まあ D 払いとの組み合わせがなくなるかもしれないという噂も流れてるんですけども、現時点では問題なく大丈夫みたいですね。ここからは7月いっぱいのキャンペーンについてざっとまとめました。で、ランチやスーパー行くならペイペイ 10% から 20% の還元。そして次、コンビニはファインペイは 10% から 15% の還元。そしてセブンイレブンで今ペイペイを使ったら 20% の還元を受けることができます。あと D 払いに関しては 20% の還元中で、コンビニや飲食店、ドラッグストアで使えます。で、あとは楽天ペイで最大 5% 還元で、対象店舗では 10% の還元を受けることができます。そして先ほどもお伝えしたイオンカードも今月いっぱいは 10% から 20% の還元のキャンペーン中ということですね。そして冒頭でお伝えした8月1日からのキャンペーンですね。8月からのワクワクペイペイに関してはランチとスーパーと、今回はコンビニも加わるようになりました。なのでセブンイレブン、ローソン、ファイマなど、まあ、お昼の休憩時間にまあ利用するといいと思います。で、D 払いは最大 3% の D ポイントの還元。そして、楽天ペイは最大 5% の還元ということですね。あと、メリペイに関しては、先日動画にもさせていただきましたけども、ローソンストア100で 70% の還元があるかもしれないということでした。また、メリペイに関しての情報は、改めて動画にさせていただきたいと思います。一応ですね、8月からは、他にも LINE ペイ、ビザ、クレジットカード、D 払い 20% のコンビニのキャンペーン、そして、セブンイレブン3社合同のキャンペーンなどもあるんですけども、この僕のキャンペーンまとめ動画は、その週、その月曜からの週に開催されるキャンペーンをお伝えしているので、今回はこの中から省いています。まあ、そんなこんなで7月いっぱいのキャンペーン、そして8月から始まるキャンペーンを間違えないように気をつけてください。ということで、また月曜日から頑張っていきましょう。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。